こんにちは、あげばじんです。今日はですね、こちらの GH3 とそれから X900 の外取りのテストをしてみたいと思います。今回も設定は AVCHD の60フレーム、フルオートで、音声の方はステレオで撮ってみたいと思います。では行ってみましょう。さあ、それではですね、実際に色を比べてみたいと思います。両方ともフルオートなんでね、機械特性になってしまうんですけれども、このね、ビルをこう映した時に意外とこう X900 の方が上の方がね、白飛びしちゃう傾向があるんですよね。こっちの GH3 の方は意外とはっきりと、映ってるかと思います。今は顔認証をさせてるので、多分顔に合わせるとね、X900 の方はこういう形になっちゃうんじゃないかと思います。だから僕がね、ちょっとね、こうどくとね、色がね、ちょっと出てくるんだよね。ほら、このようにね、色がちょっと出てくるような形になります。また顔を認識するとちょっと白飛びするような形になってしまうかと思います。全体的にですね、やっぱり X900 の方はビデオカメラなので、手ぶれはね、起こりにくいですよね。ただこっちの GH3 の方は背景がね、かなりボケていい感じに顔認識をしてますね。このようにですね、2台合わせて見てみると意外と違いが分かりやすいんではないでしょうか。さあ、いよいよ今度はですね、秋葉原の駅前までやってきました。ここでですね、結構この広いところで撮ると分かりやすいのかな。やっぱりね、 X900 こっち側の方ですね、白飛びしちゃうんですよね、空がね。なので、若干ですね、オートではなくて設定をね、ホワイトバランスだとか、それからアイリスだとかいじるとちゃんと映るようになります。僕の、今進んでるちょうど目の前がですね、このように AKB カフェになってますね。 AKB カフェとガンダムカフェが隣り合わせです。こういうね、全体を映したいときは GH3 だと、なかなか難しいところもありますね。X900 だとバッチリ、全体が映ってるような形になります。いかがでしょうか。GH3 ね、意外とやっぱり性能いいっすね。見てるとね、これ使いやすいんだけど、手ブレ補正ですよね、問題はね。若干手ブレ補正がビデオカメラに比べてやっぱり弱いので、ここはね、グライドカムとか、それからステディカムとかね、ああいうのがあるともっとニュルニュルとしたいいこう動画が撮れるんではないかと思います。さあ、いかがだったでしょうか。今回ですね、 GH3 といろんな機械で比較をしてきました。全部設定はですね、同じようにフルオートで撮ってきたんですけど、これでそれぞれのね、機械特性の方がちょっと見えてきたかと思います。その中でですね、ちょっとコメントでもいただいたんですが、細かく設定することはできますかっていうのをいただいたんですね。もちろんできます。今回フルオートで全部撮っちゃったんですけども、例えば一眼であればレンズを変えたりとか、それから細かい絞りとかね、明るさとか、そういうのをいじることで自分好みの色に変えることができます。もちろんビデオカメラでもですね、オートではなくて、例えばホワイトバランスを合わせたり、アイリスとかいろんな設定がありますので、それを使ってね、自分好みの色に仕上げてもらえればと思います。参考になりますでしょうか。ではまた。